リアム・ムーアは、イングランド・ラフバラー出身のプロサッカー選手。レディング FC 所属。ポジションは DF。出身地にほど近いレスターシティ FC のアカデミーで、プレーを始めた。2010から11シーズンには、リザーブチームでキャプテンを務め、FA ユースカップ準々決勝進出を果たした。トップチーム昇格後すぐにレンタルに出され、復帰後の2012年1月に開催された。 クリスタルパレス FC 戦でトップチームデビュー。2012-13シーズンからレギュラーに定着し、翌シーズンにはチャンピオンシップ優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献。その活躍からアーセナル FC やマンチェスターユナイテッド FC からの関心が伝えられるようになった。しかしクラブがプレミアリーグに参戦した2014から15シーズン以降は出番を失い、 チャンピオンシップのクラブへのレンタルを繰り返した。2016年8月、レディング FC が完全遺跡で獲得したことを発表。ユース年代のイングランド代表歴がある。ジャマイカにルーツを持つため、サッカージャマイカ代表を選択することも可能。2021年3月、ジャマイカ代表に選出された。3月25日のアメリカ代表戦で代表初出場を果たした。 ありがとうございます。